どうも、ショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということでこの動画を見てくれている人の中で初めましての方もいると思いますので、まず簡単に自己紹介をしたいと思います。僕は普段好きなことだったり仕事に集中していたいので、なのでその他に関係ないものは徹底的に省いていきましょうというミニマリズムなライフスタイルを送っています。なのでこのチャンネルを通して、そんな身軽なライフスタイルだったり、あとは心を軽くするためのメントレだったり、あとは経済的にも身軽になっていきましょうっていうことで貯金だったり仕事術っていうのをシェアしています。はい、なのでこのチャンネルを通して、このチャンネル見てくれた方がどんどん身軽になってくれたら嬉しいなということでやっています。はい、で先々日あたりに断捨離動画っていうものをシェアしたんです。そうで、僕は隠しているつもりだったんですけども、その視聴者の方が、あれ、チョピさん iPad Pro 買ったんですかとか、あれ iPad Pro があるみたいなコメントを書いてくれて、そう、本当によく見てくれてるなっていう、嬉しいなって感じでした。そうで、まあバレたら仕方がないということで、まあ、今回シェアすることになったっていう感じですね。まあ、僕自身も最初はこうちゃんとコンテンツとして作り込んでシェアしたかったんですけども、まあ、ただもう2週間ぐらい使っていて体験談もまとまってきましたので、うん、まあいい機会だなと思ってシェアすることにしました。はい、ただ今回は一発撮りということをちょっとなぜか自分に課してやっているので、それでやっていこうと思います。今これちなみに32テイク目ぐらいです。まあまあ今回も噛み倒すと思うんですけども、まあ、ちょっと聞きにくいところあると思うんです。でも、まあ、そこはご愛嬌ということと、あとこのシャツがシワシワなのもご愛嬌ということで、はい、やっていこうと思います。で今回はその3部構成でやっていきます。1つ目がなんで iPad Pro を買ったのかっていうこと。で2つ目にどういうスペックだったり、あと他アクセサリーどんなの買ったんですかっていうものをお見せします。で3つ目に普段僕がやっているその仕事だったり、その iPad Pro でどういうことをやっていますっていうことをシェアしていきます。で最後の最後に iPad Pro は仕事でちゃんと使えてるかどうかっていうのは僕なりの体験を含めてシェアしていこうと思いますので、もし興味がある方がいたら最後まで聞いてくれたら嬉しいです。はい、じゃあまず最初はなんで iPad Pro を買ったのかっていうことを紹介します。そうで、最初は僕はこの MacBook Pro ですね、 MacBook Pro の13インチを使っています。これはスペックで言うと13インチ2017年モデルで、 Core i5 の 8GB です。で、これを僕は都内行ってその仕入れ先回ったり撮影したり、あとスッキリ空間に行ったりするので、ずっとこうぐる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 って歩き回ってました。そうで、夕方カフェに入って動画編集をして、で夜の7時半ぐらいにアップできるような形で、まあ、そんな感じでやってました。そうなんですけど、その日中ぐるぐる歩いている時、この撮影機材も持ってで、カメラ持ってパソコンも持ってってやると結構膝腰にくるんですよ。まあ、痛くはならないですけども、ただ疲れがすごいんです。わ、疲れたっていう感じでカフェに入って、でそこから動画編集もするので、あんまり集中できなかったりとかしてました。っていうのと、この13インチをそろそろ2年ぐらいが経とうとしてます。もうそれまで毎日毎日、多分電源オンしなかった日って1週間もないと思うんです、合計。それぐらい使い込んでたわけなんですけど、そのおかげで電池の消耗がですね、もうひどくなっちゃいましたね。どういうことかっていうと、最初は動画編集、充電満充電のところから動画編集しようとすると3時間4時間は持ってくれました。でも今は動画編集この状態でしようと思ったら1時間半もできないです。あっという間に電池がピューンって減ってきます。なんでまずいまずいと思って、そのカフェで編集してても、あ、まずい、電池切れると思って焦って動画アップしたりとか、そういう時もありました。でもなんか違うなっていうふうに思ってましたし、まあ、そんなことで重いし電池の消耗も激しくなってしまったので、もういよいよちょっと買い替えの時かなっていうのも思ってました。でもせっかく買い替えるなら、今までやっていたことができて、かつ軽くなる、そして電池持ちも良くなるっていう、そういうアイテムがないかなっていうのをここ半年ぐらいずーっと探してました。そうで、その時に iPadOS っていうものが登場したんです。
そう、 iPadOS って何かって言われたら、まあ、そこはネットで調べてくれたら嬉しいんですけども、 iPadOS ってものが出ました。でそれが出た時にファイル管理がしやすくなったり、あとはマルチタスクができるようになったりして、結構パソコンに近づいたんですよ、うん、でその YouTube 界隈でも、あの iPadOS はMacBook の代わりになるかっていうことでいろいろ検証してたりとかしてて、でその検証結果が面白くて、結構 MacBook でできることが iPadOS もできるようになったらしいんですね。で僕もそれをいろいろも徹底的に調べ上げて、あ、これなら自分の用途に合うといけると思ったので今回買ったっていう流れになります。はい、ただその MacBook じゃないとできないものもあるので、これはあくまでも手放さずに家で活躍してもらうっていう家専用機みたいな感じにしようと思ってます。はい、じゃあ実際どんなものを買ったのかっていうと、まあ、これだけ買ったわけなんですけども、ちょっと一個一個でまあ簡単に紹介していきます。まずこちら iPad Pro 本体ですね。今回のメインなんですけども、スペックがですね266GB の11インチのスペースグレーです。はい、であとはその、キーボードですね、ワイヤレスキーボード、マジックキーボードっていうやつも買いました。でその iPad のなんかカバーにもなるしケースにもなるしっていうものが売ってるんですよね。でもそれ買おうと思ったんですけども、ただ、その一緒にすると重さが 800g ぐらいになるということで、ちょっと重くなるなっていう印象でした。だしキーボード使わないときはなんか、うんね、こっち分けていた方がキーボードを使わないときは置いていけばいいだけの話ですし、そう使いたかったら一緒に持っていけばいいっていうことで、そうこれとこれセットにしてもあんまり重さ変わらないんですよ。なのでまあこの2つにしたっていう感じですね。であとはエアーじゃなくてなんだこれ、アップルペンシル、はい、こちらも買いました。でこれは第2世代でして、まあてか今のこの iPad Pro が第2世代にしか対応しないっていうので、まあ、買ったんですけども、その動画編集をするときにそのペンシルがあるとないとじゃ全然違うよっていうふうにいろんな方が言ってたので、これをゲットしました。であと編集するときにやっぱ音聞きながら編集するので、この AirPods の第2世代をゲットしました。ちなみにこの第2世代が発表されて、このゲットした1週間後ぐらいにあの AirPods Pro が発表されましたね。もう泣きそうでした、はい、ということでまあこれを買いました。でこれを開封するんですけども、ちょっとサンプルクッキング風に開封しますね。はい、これを開封するとこんな感じになりますとか言ってはい、ちょっとあの一発撮りなんで、まあちょっとご愛嬌で、はい、こんな感じになります。はい、めっちゃこれで軽いですよ。これとこの MacBook を持った時に、うん、こっちの方が軽いです。こっちの方が身軽です。でしかも動画編集をするときはこのキーボードすらいらないので、なので動画編集、今日は編集するだけだなと思ったらもうこれだけでいいんです。めちゃくちゃ身軽になりました。本当にもう最初はこれだったんですけど、今はこれで編集ができるようになったので、そうもうなんか時代の進歩ってありがたいなって本当に思います。じゃあ実際僕はどういう感じで使っているのかっていうのを紹介していきたいんですけども、よいしょ、はい、あららーんと開いて、ちょっとこれ見えますか。じゃあ僕もちょっと後ろ回りますね。はい、こんな感じで使っていまして、よいしょ、はい、ホーム画面もめちゃくちゃミニマリズムです。すっきり何もないっていう感じですね。はい、でこの中で僕が普段 iPad Pro を使う中で3つぐらいの用途しかないんですね。1つ目が動画編集です。でこの Luma Fusion、 Luma Touch っていうものを使っていて、ここでこう Apple Pencil を使ってこうやって編集をするんです。でまだ正直使い方が慣れていないので、まあ、遅かったりスピード感はそんなに速くはないんですけども、ただめちゃくちゃ便利ですし、動画の書き出しもすごく早いです、うん、なので十分僕はこれで、多分この今撮影している動画も Luma Fusion でちょちょっといじってアップすると思うんですけど、そうなのでもう何でしょう、今この iPad で十分編集できてます。で2つ目にこの Zoom って言って、何でしょう、ミーティングアプリなんですよ。こうやってピッてピッて、そう何でしょう、通話アプリ、はい、こんな感じで、通話できるんですけど、
そう、例えばミーティングしたり面談するときはこの Zoom ってアプリを使ってミーティングをするんです。なのでこのために Zoom っていうのを使ってます。で、あと最後3つ目に連絡系ですね。ここにあるチャットワークっていうやつを開いて、例えばここで調べ物をしながら連絡したり、あとは Gmail の返信したりとか、うん、あと最近僕が使っているのがこのプロトンメールっていうやつなんですけど、スイスのメールみたいです。はい、なんかすごくなんでしょう、プライバシーの高くておすすめらしいんで、まあ、今使ってます。まあ、大体これですね。あとは、うん、こうなんかカレンダー見てちょっとチェックしたりとか、本当それぐらいなので、やることもシンプルという感じです。はい、ちょっとあんまりちょっと分かりにくかったと思うんですけども、うん、僕はこんな感じで、やってます。あとですねファイル管理のところなんですけども、ファイル管理ピッてやって、あと僕はそのこういう PDF ファイルっていうのを出力したりするんですよ。そう、こんな感じで PDF ファイルを作成して、でこれをそのなんかオンライン上その外注さんに登録したりっていう作業をするんですけども、だいたいこの iPad Pro でやっているのはそれです。そう、動画編集したり、あとチャットワークとかで連絡をしたり、あと Zoom アプリを使ってミーティングとか面談をしたり、あとはそのファイル PDF ファイルを外注さんに、うん、連携したりとか、うん、それぐらいです。うん、でやってみてどうかってことなんですけど、十分できてます。MacBook Pro でじゃないとできないものっていうのは僕の中ではなかったですね。全部 iPad でできてます。ただそのスピードだったり、その何でしょう、ちょっとした細かいこと、マルチタスクでも、例えばパソコンの場合だったらブラウザーをもう5、6個ババって表示できますけども、これは、まあ、できて2個とかぐらいなので、うん、それぐらいの差ですね。なのでちょっとこう1ステップ2ステップ作業が増えるっていうことはありますけども、ただ何でしょう、目的のことが達成できないかって言われたら十分達成できます。そう、なのでちょっとその作業操作慣れるまではちょっと時間かかると思うんですけども、ただ軽くなって電池持ちも良くなってっていうことを考えたら、僕はこれ本当に買ってよかったなと思います。もうなんなら自分のライフスタイル変わりましたもん、この iPad Pro を買ったおかげで。うん、今までは動画編集するってなった時もしっかりとこう机に置いてガタガタガタってしっかりとやってたわけなんですけども、 iPad Pro はこう寝転がりながらこう編集とかできるわけなんで、めちゃくちゃその動画編集よしするぞっていうそのハードルがバーンと下がりました。だから隙間時間で動画編集するようになりましたね。そうなんです、すごく本当買ってよかったなって思います。そう、まあ、ただこの、 買ってくださいねっていう営業してるわけじゃないんですけども、そう、十分なんでしょう、ファイル管理もやりやすいですし、文字入力もすごくスムーズにできるようになりましたし、動画編集も最近はどんどんアプリが出てきているのでものすごくやりやすくなりましたよということで、なんでしょう、前アップルの CM ですかね、What's the computer? コンピューターって何って、もうコンピューターという言葉が死語になるよっていう CM をしたんですけども、この iPad でその仕事をできるようになってそれは感じました。はい、ということで、そのおかげさまで僕のその何でしょう、毎日のエブリデイキャリーがどんどん身軽になっていくので、そう、これ本当買ってよかったなと思います。で、そのじゃあこれになりましたと、であとその他もろもろもちょっとずつ持ち物変わってますので、それはまた別の動画で、What's in my bag はシェアしますけども、今回はこの iPad Pro は仕事の代わりになるかということで、僕の場合、僕の今の用途は十分、パソコンの代わりになってますよっていうことをシェアしてみました。はい、買ってよかったです。あ、ちなみに今僕が喋った中で単語すごい間違えたりとか噛み倒したりすると思うんですけども、本当はそこをご愛嬌で、あとこのシワのシャツのシワもご愛嬌でお願いします。はい、ということで、今回はその iPad Pro を買いましたっていうことと、それによって自分のライフスタイルがより身軽になって、そして十分 iPad で仕事ができてますよっていうことですね。はい、それをシェアしていましたけども、いかがだったでしょうか。もし少しでも参考になってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと
押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、あと他になんかこういう使い方もできますよだったり、こういう部分はどうなんですかみたいな質問もあると思います。なのでそこは遠慮なくコメント欄に書いてくれたら、僕もできる限り答えていきたいなというふうに思います。はい、ということで今回は以上ですね。また iPad Pro を使っていく中で気づいたこととかありましたらシェアさせてもらいますので、はい、楽しみにしてくれたら嬉しいです。あ、ちなみにそうだ、だからさ、いつになったら終わるんだよって感じがするんですけど、ですね、こんな感じで使ってます。こうやっておいて、こうやっておいて、そう、こういう形ですね。なんかこれもすごくスマートでシンプルですね。こうカフェに行くときなんかも、これを出すときもありますし、これ出さずに、キーボードを打つときもありますし、これを出したとしても全然邪魔にならないし、なんか威圧感もないですし、なんでしばらく僕はちょっとこれで行こうと思います。はい、ということで、ちょっとなかなか一発撮りに付き合っていただいてありがとうございました。またこんな感じの撮影もまたやっていきたいと思いますので、ぜひこれからも楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。一発撮りできた。35テイク目ぐらいでできました。あ、でもやっぱやればできますねっていうのと、どうでしょう、やっぱ僕も前動画で一発撮りやったことがあって、それ過去のやつを見てたら僕自身もやっぱ楽しかったんですよ。あ、なんか一発撮りいいなと思って、そう、リアルが伝わるし、なんかブツブツブツって切るよりかはいいなと思ったので、今回ちょっとこういう感じで一発撮りシェアしてみました。そう、もし僕の中では楽しかったので、ちょっとこの一発撮りっていうのはこれからも増やしていくかもしれないです。あー、でも疲れた。